お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、このザッピー入りのロイフデッキを紹介したいなと思います。というわけで、ちょっと前にね、まあ新環境になって、トリトンがね、すごい使われるようになったと思います。で、次にね、強化されたのが、まあザッピーといったところで、まあこいつ何されたかっていうと、こう、攻撃速度は落ちたんですよ。2秒から 2.1 ぐらいかな。ちょっとほんのちょっとだけね、殴るのが遅くなったんですけど、その一発の火力がね、強くなったよっていう、まあ、軽い調整が入りました。で、まあ、こう、どうなのって感じなんですけど、まあ、1秒間に与えるダメージ量で考えると、まあ、実際は強化されてるということで、まあ、プチ強化がね、入りましたね。といったところで、まあ、ザッピーといえばロイフグですね。もう、ザッピーセパして、ロイフグセパして、真ん中ホバーを出すだけで、まあ、勝てるっていうのが、このデッキかなと思いますので、やっていきたいと思います。さあ、で、ちょっとね、皆さんに、こう、まあ、軽くね、こうお話ししたいことがね、ちょっと今日はあるんですけども、昨日ね、こう、まあ、ツイッターをやってる方じゃないと分かんないと思うんですけど、軽くまあまあ、プチ炎上みたいなね、感じなことがあったんですけども、こう、まあ、説明するのはむずいんですけど、まあなんか、まあね、あるんですよ、そういうのが。で、僕、たまにね、最近、こう、プチ炎上みたいなのをよくするようになったんですけども、こう、まあそれは本当どうでもいいんですけど、その際に、こう、僕の視聴者さんがね、こう、まあやっぱ、僕がこう、いろいろ言われるから、それで、こう、いろいろ言ってくださったりだとか、こう、なんか、いろいろ、そう、僕の視聴者が、もう僕のためにこう、いろいろやってくれるんですよ。で、僕はまあそれがすごい嬉しいんですよね、それはもちろん。嬉しいんですけども、こう、旗から見たら、ラットの問題なのに、ラットのこう視聴者がうるせえみたいな感じで、こうなったりだとか、なんか、ラットの視聴者は、なんか、民度低いよね、みたいなことを、こう、言われるのが、こう、僕が辛いんですよね、それを。なんで、俺の視聴者のことを、ってか、まあ、俺の視聴者って言い方もあんまり、こう、響きは良くないんですけど、まあ、こう、僕のね、こう、動画を見てくださってる、こう、応援してくださってる視聴者さんをなんで僕にすんのみたいな感じで、こう、僕がね、こう言ったら不快な気持ちになることが、まあ、よくあるので、こう、もう、みんなでこう、もっともっとこう、なんていうんですかね、大人になりたいねっていうのは僕含めね、こう、なんていうんですかね、クララは最下位、こう、民度低いとかすごい言われてますけども、みんなでもっともっとこう、大人になって、まあ僕の問題なんで、こう、いろいろ言ってくれるのはありがたいですけど、こう、言われてね、自分が辛いような、こう、マジで、まあ暴言、誹謗中傷みたいなことは、もうね、ぜひ、やめていただきたいですね。この動画見てる方だけでも、そういうことをやめて、こう、みんなもこう、友達から、あれ、何々くんってなんか大人だよねみたいな言われると、やっぱそれは嬉しいじゃないですか。そう、大人って言われても嬉しくない人は、まあ、あんまいないと思うんですけど、まあ、はい。なので、こう、なんかね、僕の視聴者だけでもこう、だんだん大人になっていくと、そうなると、クララ界隈全体がね、もっともっと、クララ界隈みんな高いよねって、こう、いろんな会話の人が逆にこう、絡んできやすくもなりますし、なんかこう、ね、最近平和なクララはあんま遅れてない気がするので、みんなでね、もっと楽しくね、やれたらね、いいかなと思ってるんで、みんなでこう、大人ぶりましょう。もっともっと。首突っ込みたいけど、まあ俺は別にそんなの興味ねえし、みたいな感じでね、こう、放置しましょう。それがね、まあ放置もどうなのかなと思いますけど、まあもっともっとね、みんなでね、成長していきたいなとは僕はね、思ってるんで、その辺のね、ご理解のほど、よろしくお願いします。一旦ね、こうなんか言いたいこととかあったら、別に僕にね、こうツイッターとかで、こうなんか、相談してくれてもいいですし、なんかあったらね、こうみんなでね、みんなで協力して、もっともっとこう大人な会話を作っていければね、いいかなと思いますね。なので、こう他の人にね、こう自分がされて嫌なことはね、こう、誹謗中傷ですね、本当に。やめましょう。良くないですね。誰も得しません。本当に、一時期のその感情でね、動くのはね、こう後々すごい損になりますし、いずれね、こう大人になってから、こう、気づきますね。はい。なので、今のうちからね、こう、仕上げていきましょうっていうのを、今日はちょっとね、皆さんに伝えたかったかなと思いますね。本当に僕もまだまだ子供なんで、いろいろこう、動画内でね、こう、負けると結構カリカリしてるのとかも、ね、皆さん多分分かってると思うんですけども、こう、まあなんか、そうですね、発言にも気をつけてしっかりやっていければいいかなと思いますといったところで、さあ6000のオートロ来ましたよ。ブーチーとか言ったらよくないですけど、倒したいと思いますね。よろしく。これはオートロですからね。さあってなわけで、ラバー来た。一旦逆再攻めますね。で、このロイフグデッキなんですけど、なんかね、コウモリを
ヒースピンにしてる方が多分初めに12勝したんですかね。そう。なんですけど、僕的には、なんか、ヒースピでやってたんですけど、なんか陸じゃなくて空が薄すぎて、なんかきつかったんですよね、対空相手に。なので、こう、ヒースピをザッピンにしました。しかも、なんか、残るユニットがいればいいんですけど、これ、僕のザッピーもホバリングも両方ともファイアボールで処理されるんですよね。なので、言ったら、こう、まあ、残るときはこう残るんですけど、ファイアボールで死ぬし、なんか延命難しいなってなったんですよね。ヒースピーで他のユニットを残す戦い方が難しいなって思ったんで、これヒースピーいらねえなと思いましたね。なので皆さんはコウモリを別にヒースピーでもまあ、こうぜひね、やってみて試してみてください。なんか僕は、って思ったんで、やめました。という感じですね。さあ、これちょっとやべえな。いて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 。まあですが、これ優秀ですね。いやー、いてーよー。まあここは神の許容という無視をしましょう。で、ラバルですね、ラバル。ラバルは、まあ、今、縦線と馬場を裂いたので、言うのが刺さりますね、一旦。一旦言うのが刺さりますよ、というのが、ま、わかりますね。あ、これはこれは相手なんか舐めてね。さあ、これは、ザップ打たれても、我がザッピーくんが戦ってくれるよ。そして自然に両サイカウンター。いや、これがね、強いんですね、マジで。こうザッピーで守ってからの、基本的に両サイドになるので、その両サイの、このロイフグ特に飛ばせるとね、カウンターがより強くなっていいかなと思います。ザッピー一発え、高え。140ありますからね。一発140はなかなかの大物でございます。さあ、後ろインドから、いや、こっち側ラバル作られますね。いや、一回メガナイト飛ばしちゃいましょうか。一回飛ばしちゃって、さあ、ここコウモリでさ、ちゃちゃっと蓋をしつつ、やべえ、待って、そんなことある。俺がロイフグ飛ばす読み、バーバリアン来た。さて、天才か？さて、天才だ、この人。やべえ。どっちにファイブ打つ？いや、そっちにファイブ打つと、いけ、耐えてくれ！お願いだ。お願いだ、マジで。俺のユーノ一旦、バイバイする。一旦インドラに焼かれて。一旦ごめん、ユーノ。ユーノ大好きなのに焼かれちゃった。まあ、ですが、ファイブを抑えたので、なんならカウンターもいけるが、ここ、メガナイトっすね。相手は、ちょっときついと思う。で、ここインドラをリセットするよ。あー、待って。いや、いいんじゃね？なんならいい。なんならいい。なんならいいが追いつかれる、普通に。微妙いですね。なんならいい。なんなら全然良くなかった。いや、けど、みたいな。こうやってさ、からの、やべ、これ雪玉ある。相手あっちに視線いってる。神雪玉？耐える。さあ、縦線裂いたので、陸がバーバリアン。陸がバーバリアンからの、とりあえずザッピーセパして、2-1に、右2にすると痛いんでね、ファイブが。ファイブが痛いので、こっちにして、さあ、メガナイト組みつつ、おー、やべえ。ちょっとやべえ。これ、雪玉でインドラノックバック。しかも、ババにも当たった。いや、待って、たまたま、めっちゃたまたま。しかも、ザッピー神防衛してる。いや、めっちゃたまたまラッキー。ババも来た。これ、ファイブ防衛でしょ？ファイブボーイした後に止まんない。あー、陸ほばほば事故れほば事故れほば事故れ言うの走れ言うの走らん歩くけど殴るんかいお前いい働きしましたね、言うのが。今走るべきだろっていうとこね、こう、落ち着いてね。いや、歩いても俺は間に合う。ピュピュって感じでね、処理してくれましたね、言うの。ナイスーさあ、いい感じですね。これ、ヒースピだったら多分負けてましたね。ヒースピって、こう、言ったら残る。ユニット。まあ、ベビードラとか、まあ、メガゴとか、基本的にはスペル垂れて残るユニットにヒースピー系がね、入ると、めっちゃ強いじゃないですか。特にライドラとかですね。ファイブポイズン打たれてミリ残りになるけど、そこをね、ヒースピーとかで、ま、いろいろ回復していく。なので、ホバー、ザッピーだと、まあ、言ったらファイブポイズンどっちかに打たれたらどっちかが残るんですけども、言ったらどっちかワンパンされるんですよ。なんで、ヒースピーがね、こう、まあ、使いにくいというか、まあ、合わせにくいんですよね。なので、コウモリにしましたっていうのは、多分さっき話したのは、まあ、メガゴでもいいと思いますね、正直。あ、出たロケ砲下方されたロケット砲士を使う者現る。さあ、ノックバックからの、これ、ザッピーでキング起動してですね。できるかな。あ、やべえ、最悪待って、そんなことある。俺のメガナイトとタイミングが、最悪だ。いてえ。メガナイトとタイミングが事故ったー。いてーよー。いや、でも全然入ってない。よく耐えた。よく耐えたぞ。今のは、ちょっとやっちゃいましたね。普通に、あれだと思いましたね。ロイジェイだと思いましたね。
ノイジェだと思ったら違った。さあメガ高回転のロイフグですね。しかもババ型、これはメガナイトが活躍しますよ。そして相手のスペルがまあファイボかテンプレだったらクエイクなんですけども、そしたらそしたで僕のねホバリングとかもできるよねーっていうのがあります。さあとりあえずもう芋ですね。普通にゴボリとメガナイトあれば相手のロイフグ結構抑えれるので、まあ、相手のロケット押しぐらいですかね、厄介なのは。でもまあ緊急度してるんででかいですね。さここも踏んじゃってはいからのザッピーナイス。これ今までのロケット押しだとこう届かなかったのがメガナイトが届くようになりました。これがでけえっすねマジで。今までだったら届かなかったっすね、避けられてたんですけど、こう下方によってね届くようになりました。てかデリバリー強いな、デリバリーだけでほぼ抑えられましたね。これまあ優の突進して耐えたいと思いますね。多分ババ結構痛いですね。で2発入っちゃった、2発入っちゃった。うん、これでもヒースピーとか来ないとほぼ耐えれる。オッケー、いいですね。あでもこれ優の走るよ。今度も歩くんかよお前、お前歩くんかい、走れよ。オッケーオッケー。右サイド左サイド結構入ってますね謎に。これごぼうりから奥踏みてえな、奥踏みてえけど来るかな。うん、さあこれ延命してくんのかな、延命はしない。一回耐えてきますね。なので僕もイモりたいと思いますね。僕は自分からメガナイト展開するとまあ負ける可能性がね出るよねっていう。デリバリー使ったな、やべえ、ま、ずれたずれたずれた、やべえやべえ、待って、サイク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 ずれたずれた、やべえ、なんか下手くそ下手くそ下手くそ、でもめっちゃダメージ入ってる。オッケーオッケーオッケー、なんならダメージ追いついたぞ。耐えろ耐えろ耐えろ、耐えてくれ。で相手は回転がマジで速いですね。相手の強みは回転が速い。まあ、ですが言うのが一旦踏んで、一旦踏んで、デリバリー落とさないで。ホバリング、お、ナイスナイスナイス。しかもこれ逆サイ絶対きつい、絶対きつい。ババ使った。さあこれはデリバリーがない、スケおい来た、ナイス、いい雪玉で、ゴボリとロイフグプラスのヒースピですね。ヒースピを気をつければいいので、後ろにこういうの出して、そしたらこのコウモリが絶対無双するので、オッケー。さあ、あと164。でも俺は164の削り方がねえ。削れねえって言ったところで、一回我慢します。一回我慢します。はい、さて、諦めてくれたら美味しい。諦めてくれたら、諦めてないんかい。さあ、これロケット押しで端面削り。いや、来ない。なんなら、なんならちょっとやばい。なんならちょっとやばい。なんならちょっとやばいと思いつつも、さあ行きます。ユニットが固まったら、セパレート。左雪玉ハンター、ナイスグッドゲーム。危ねえ。これでかいですね。マジで今までのロケット押しだと、メガナイトがジャンプしても、ピュッて寸前で避けたんですよ。で、言うのも突進しても寸前でピュッて避けたんですよ。なんですけど、そこの1回目の突進とか、そういうジャンプでもうロケット押しをバチコーンって処理できるようになったのは、こう大きな下方かなと思いますね。なのでこう、まあ、メガナイトとか言うのでロケホンにすごい戦いやすくなったと言いますか、まあ、ロケホンがちょっと弱くなったって感じですね。これはでかいですね。はい、といった感じで、まあ、ヒースピ型もあるんですけど、個人的にはコウモリの方が結構万能だし使いやすいんじゃねーと思ってるんで、皆さんもぜひね、うん、このメガナイトロイフグ、そしてザッピーをね、使ってみてくださいと言ったところで、チャンネル登録、高評価、コメントの方もぜひよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。